はい、皆さん、こんにちは。アジアで来てる。はい、今回もね、ブルブルですよってことでね、今日結局ね、えー、本日はですね、バンコクに帰ってきて、最初のね、最初の日に今日はね、えー、なんだかんで言ってね、結構ね、また動画を撮りましたけども、そういった中でね、もう今日は終わりかなと思ってたんですけど、またなんか見つけちゃったみたいな感じでですね、まあ、久しぶりといえば久しぶりなんですけども、あの例のね、デイリーメール。 えー、デイリーメールがね、またいっぱいね、写真ベタベタベタ,ベタつけてますよ、みたいなね。もうほんとね、今回のね、えー、まあ内容としてはそれだけ。というのもですね、あのー、まあちょっとね、またね、デイリーメールの URL ね、概要欄に貼っときますので、これをワンクリックするとですね、いっぱい写真貼ってあります。えー、なんかね、えー、エムコさんが黒い T シャツ着てですね、まあジーンズ着てスニーカーでね、 えー、KK 息子は例のですね。まあなんかね、相手言っちゃうけど、汚えポニーテールとですね。<laughs> えー、なんかジャケット着てですね、グレーの、えー、紺のジャケット着てですね、左手になんかね、カバンも、レザーのカバンを持ってますけどね。なんかね、えー、これ実際、あれなのかなあの、アパート出てきたとこなのかななんか二人が別れる、別れてね、歩き出すまでに、このデイリーメールのね、写真がね、ベタベタベタっと、 え、そこまでいっぱいね、撮りましたよ、みたいな形で、えー、いっぱいね、相変わらず撮られてるなーっていう感じです。いやね、でもね、私、ちょっとね、こういうのをね、あまあ、本当にいっぱい撮られて、これ何十万円出てんだっていう感じですけどね。まあ、今言ったような服装で出てるだけ、まあ、ちょい見せね、ちょい見せ、ちょっとまたね、著作権うんぬで言われちゃうと困るんで、ちょい見せね、こんな感じ、こんな字のね、こんな感じの写真をね、えー、まあ、実際にね、 まあ基本的にそのねえー、まあ同じ服装の、えー、写真がいっぱいあるのと M 子さんがなんかねそのジーンズ姿で、えー、なんか54番街のマーケット出たとこの写真とかね、えー、まあそんなようなことがあってあとまあ文章もいろいろ書いてあるけどまだ私もねざっとしか見てないですけど別にあの今までの話でね えー、書いてるだけでまあ太字で書いてるところでえっ、ー、とですね日本の元構図元プリンセスのエム子さんが、えー、実際にですね一般人のハズマンと夫のですね KK、えー、息子とニューヨークでカジュアルな散歩してましたみたいなねでそれはですね実際の KK、えー、息子が2回目の実際試験を受けた後2ヶ月後にそういった姿が見受けられましたっていうことで ベタ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 とね、いっぱい貼ってあります。で、あとね、文章で書い,て書いてあることはですね、うん、これやっぱりね、チューズデーって書いてあるから、やっぱり木曜日かな。あ、ごめんなさい、火曜日ですかね、になんかね、撮られたような写真ですね。えー、で、あとはね、特別新しいことは別に書いてない、書いてない、ないですね。別にそれだけだよ、これ。<laughs> ただ単に、あの、まあ、今までのね、経緯とかをいろいろ文章で書いてありますけど、ただ単に、えー、試験を受けた後2ヶ月後になんか2人で姿を現して、で、えー、今回は手、お手手つないではしてないけどね。お手手つないではしてませんけども、なんか仲睦まじくですね、なんか話をしながら、お互いに目をね、向けながら、えー、見ながらですね、そんな感じで歩いてるみたいな感じですね。 この写真見るとね、なんかね、KK の息子、相変わらず顔はでかいんだけど、<laughs> 相変わらず顔でかいんだけど、ちょっとね、以前のその試験の時のお腹ダブついてたじゃないですか。それがね、なんかちょっとね、ちょっとだけ引き締まったようにも見えますけどね。M 子さんは同じようなものかな、前とね。 で、まあ、エムコさんはやっぱり長い髪の毛を下ろしてですね、マスク姿、KK 息子はマスクしてねえな、こいつ。<laughs> みたいな感じなんですけど、もうこいつになっちゃいましたね。まあ相変わらずのね、あれですよ、ポニーテールですよ、っていう感じですけどね。うん、まあね、それだけだな、特段ね、まあまたなんかね、ちょっとね、文章を読んでみて何か特段あればね、皆さんにお伝えしますけど、まあ過去のね、 でそういったような経歴だとかですね、まあ経緯がいろいろ書いてあって、まあ特にエムさんの写真多いな。エムさんがね、その黒いね、T シャツで、まあ今ニューヨークはどうなんですかね、えー、外は何度ぐらいなのかな。まあちょっと暑かったのかもしれませんけども、火曜日にそんなような姿で撮られたと。あ,あとなんかね、ビデオもついてるな。あ、ビデオこれはあれだ。去年その、えー、10月26日のね、えー、結婚会見の前に、あの例のね、佳子様とこうやってハグする。 のがあったじゃないですかあの部分がなんかビデオがあるな。えー、あとはね、特段ないな。あとは m 子さんが以前、これはね、ニューヨーク行ったばっかしの時になんかハンガーいっぱい買ってるね、みたいなね、写真も。これは前の写真なんでね。そういったのがありますね。それだけかな。そんだけだな。まあ、あのそんだけなんですけど、まあ、いろいろ写真はいっぱいいっぱいベタ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 タですね。貼ってあります。もうベタベタですね。 まあ結局その、う二人がね、その別れ、これあれなのかな多分ヘルズキッチンに出たとこなのかなちょっとそこら辺の私は地理の,の感覚ないもんで、なんとも言えないんですけど、なんかこの文章を見ると、その二人がね、別れて歩き出すまでの、その、そこまでベタベタベタっと写真をいっぱい撮ってね、出してるっていう感じですね。いやね、でもね、私ね、あの、毎回ちょっとね、いろいろ噂もあって、このメ、デイリーメールね、これ本当なのかなっていうね、 っていうのは、あの、例のね、試験の時もそうだったですけど、なんか知らないけどね、デイリーメールばっかしこういったようなスクープ的な、しかもね、これ、当然望遠のレンズで撮ってるんでしょうけど、それにしてもね、あまりにもこのね、アップのね、綺麗な写真がね、いっぱいこうやってね、デイリーメールだけなぜか出てくる。他の、例えばね、 え、ニューヨーク在住のユーチューバーの方とか、もしくはね、パパラッチが出してるような、そのユーチューブのビデオなんかは、もうなんかね、本当にこれね、KK 息子みたいなね、えー、そういったような、あの動画とかね、画像ばっかしですよね、顔がブレてるとかね。<laughs> でもね、このデイリーメールのね、いつもこうやってバチバチ写真を撮ってくる、もしくはビデオでだ出てるようなやつはですね、本当に、もう、まあこれいい、 まあ当然、あの一眼レフのいいカメラで撮ってるんでしょうけど、私はそこら辺よくわかんないけどね。あまりにもね、すごい鮮明なんで、なんかね、普通に考え、なんかね、ちょっとね、まあえて言っちゃうけどね、これ本当みたいなね。要はやらせじゃないのみたいな感じはしないこともないよね。えー、ということで、まあ、一応スクープ的には出してますので、あのこのデイリーメールがですね、また、これ実際出たのは昨日かな今日かな なんか昨日が今日今ぐらいに出てましたですね。私も気づいたのは今日の午後気づいたんですけども、えー、今言ったようにね最初のタイトルのところが、えー、試験落ちて2ヶ月後にですね実際の元皇族の M 子さんが、えー、KK 息子とともにニューヨークでねカッポしてると楽しそうにカッポねカジュアルにカッポしてるみたいなね、えー、そんなような写真でベタベタベタみたいなね、えー、そんなようなお話でした。 あの、これね、概要欄に URL 貼っておきますので、あの、皆さんおそらくね、写真いっぱい貼ってあるというようなのがね、私これで言うとですね、まあ、興味があると思うんで、ワンクリックでね、バーっと見れますのでね、えー、ぜひね、多分10枚、20枚ぐらいかな、貼ってあります。えー、ぜひね、ごまあ,あの、もしご興味があればですけど、まあ、ご覧になっていただいてもよろしいんじゃないでしょうかっていう感じですね。今言ったように、特段ね、新しいことが書いてあるとか、そんなことないです。 ただ単に2ヶ月後に、試験落ちて2ヶ月後にね、2人で、えー、なんかニコニコしながらですね、カップをしてたみたいなね。えー、で、えむ、ー、さんは、今言いましたように黒いシャツとね、えー、ジーンズ姿、ジーンズでジーパン姿とかね、KK、えー、息子はやっぱりその、えー、まあ汚いポニーポニーテールとですね、えー、なんかスーツ、一応スーツ姿ですけどね、でもなんかね、ちょっとさっき言ったようにお腹はちょっと引っ込んでるな。 あと、レザーのね、カバンを左に持って、なんかこれはやっぱり仕事場行くのかなローエンスティンサンドラ行くのかどうかわかりませんけども、そんなような写真がいっぱいついております。はい。えー、今回の <laughs> 動画、ほんとそれだけ、それだけのお話でした。じゃあまたね、明日以降もね、いっぱい動画撮っていきたいなと思います。今日もありがとうございました。それではね、まな皆さん、バイバイ。